ピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースダッシュハズデジャツー2ということで、それも走り去るということでしょうか。まあ多分違うと思うんだけど、トロールコースってさ、開始して右にダッシュすればゴールできるみたいな、そんなコースってよくあるじゃん。なんで僕このコーススタートした瞬間右にダッシュし続けたいと思います。それでワンチャン一発でゴールできるんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.06%。 そんで今日から僕ですね、テロップを変えてみたんですよ。めっちゃ文字見やすくなってない？じゃあスタートした瞬間常に右にダッシュ。まずパウ叩いてみようか。まずパウ叩いてみて、開幕ムキムチ。そういや最近パソコン新調したんだけど、めっちゃウキウキしない？最新のデジモノって。新しいスマホを手に入れた感じだね。それじゃあここはスネオか。行くよスネオくん、任せてピヨエモン、僕の背中にさあ乗って。今日こそは信じるスネオくん。スネオまさかの左だよこれ。絶対右に行くと思ったんだけどね。はいはい、そういうことですか。このコースこの先もう読めません。そしたらここは2分の1っていう感じですね。右は罠と見せかけて左が正解。そうでしょう。そういや最近さ、語彙力がないピヨキングさんが好きですっていうコメントがあったんだよね。いやそんなのでいいの？いや僕語彙力そんなにないんですけど、語彙力とかなくしたらあれだよ。そのいや違う。いや語彙力ないじゃない、ただのアホだよね。じゃあここは30コインは信用しない。もうコインは信用しないよ僕。僕思うんだけど、コインでさ、いい思いしたことないんだよね。なので今後信用しないでいきたいと思います。なるほどね、ここはコインだけじゃなくオンオフも信用するなっていうことですか。じゃあここは一旦ブロックを叩いたらロッスンが落ちてきてブロックを壊してくれるっていうことですかね。この砲台は怪しい。なんだ、まずオンブを叩いてみる。そしたらスタジオじゃー、しゃしゃ、もう本気で行きたいと思います。お遊びは明日までにしようじゃないか。一旦魚を避けてここでコインの場所に行く。そしたらカロンの甲羅が降ってきてくれるっていうわけですね。オンオフは信用しない。なんで一旦オンオフをしてみたいと思います。もう絶対オンオフは信用しない。ここは左抜けるっていうことでしょ。そしてブロックを叩いてコイン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 。見て見て、ここ自動コインコインだね。制作者さん分かってらっしゃる。そしたら土管に入って進みましょう。そろそろ中間ポイントがあったね。左にダッシュしてすぐ取る。オッケーオッケー、ここはやられる要素なかったね。今ちょっと噛んでなかった、大丈夫ですが、ここはすぐ10コインを取る。以上やで。メンテナンスが始まります。ちょっと待って、今収録したばっかりだから。あ、でもこれダウンロードしてるコースだから意味ないんじゃないのかな。いやよかった、ダウンロードしておいてさ。じゃあここはドッスンを避けて、なるほどね、このパウンを破壊させろと。そしたらブラッパが倒れてくれるっていう感じだね。こっちに来てたらさ、隠しブロックがあったんだね。そしたらここはオンオフをして、なんですか、あなたはもう引っかかったんじゃないんですか。なるほどね、この上のパックにやられると。いやこれなかなか届かないんだけど。初めから出てこんか。ここオンオフした瞬間にすぐ左にダッシュして砲台をかわせっていう感じだね。さあ久しぶりのトゥルルテテテ取れました。ここでかき棒は、いやこれまだ生き地獄だね。じゃあここ早く左に渡れっていう感じだろうね。そしてボム兵を持って左のブロック、本当にそこでいいのか。他になんもなんないだろうな。頼むボム兵。まあ素直に進ませてくれるとは思ってなかったね。絶対なんかは来ると思ってた。まさかここが恋になるとは思わなかったね。じゃあここでツタに捕まっていけと。左下怪しくない？これなんだろうね、この矢印。もう何も信用しない。今から信じるのはみんなのコメントと自分の感性のみ。これまで数々のトロールコースをやってきた経験値を生かして進んでいきたいと思います。皆さん見ててください、僕の本気というもの。ここは10コインを取ってすぐ左に出して。なんでそんなちょうどいいの。10コイン取ったらダメなんだね。でも僕は取ってすぐ左にダッシュすれば間に合うと、そういうことですね。そして上に行きたいと思い、どこに行った。ねえマリオどこ行ったの。あ、ここにいる。よかった、生きてんだ。そしてこのジャンプして進めるということだね。さあフラワーを取って、ここでチャッカーマしたいと思います。もう
白いじゃねえか。あれ、なんか違うとこ連れて行かれたね。なるほどね、あの砲台のところ上を進歩するなっていうことだったのね。いや、まだなんか続きが。なるほど、死体級かこの部屋は。いや、こんなんずるいよ。こんなことで僕を苦しめられると思ってるんですかね、制作者さんは。もっと鬼畜弾持ってきて。そういや、またコメントの話になるんだけど、僕の動画でね、死体級が一番好きっていう方がね、ちょいちょいいるんだよね。どうした、なあ、頭おかしいじゃないのか。なぜそこがわざわざ一番好きなんだろうと思って、とんだドSだなと思います。ここは右が正解。いや、どっち、どっち、いや右でしょこれは。いや絶対合ってた合ってた。ダッシーって何なんだろうね。ほんと走れっていう意味で、ここが走れっていう意味でしょ。任せて。ここの2分の1当てたのマジでかいよ。今日一のでかさだと思う。そんでこの扉に入った瞬間右ダッシュしろっていうことだと思うんですよ。なんで右ダッシュ、捕らえた、捕らえられた。それじゃあここは右ダッシュして、おっぱ跳ねた瞬間すぐ左、よっしゃ、これで中間ポイント取れるっていうことだね。それじゃあ進んでいきましょう。こっから下に落ちて何がある、雑魚は引っ込んでる。これさ、2周目っていうことなんじゃないかな。コスメにさ、2デジャブって書いてたでしょ。なんでこっから罠が変わってるとか、そんなことだと思うんですよ。ほらね、こんなところにプクプクとか出てこなかったもん。ということはこの先のスネークブロック変わってるんじゃないんですかね。次こそは信用するよスネオくん、任せてピヨイボン。このスネ、このスネオが、いや、いいね、スネをまっすぐ何も変わらず生きていくと、そういう感じだね。いや、まだワンチャンあるよ。ここのキノコ絶対違うと思います。いや、合ってる合ってる、あっ。期待させた。それじゃあここ待っておけっていうことだったよね。そしたらキノコが出てくると、一瞬目は砲台が押し寄せてきたよね。そしてこの上に多分ボム兵が落ちてきたと思うんだけど、ちょっと、いや、やっぱりそういうことだね。そしてこのガリガリを抜けていけと、一瞬目とさ全然違う方向で行ってみようか。この下さ、やっぱそうだったよね。50コイン絶対50コインの方倍正解は。いや、でもさ、このプラパの下があるじゃん。こっから未知の世界だよね。ゴールなんじゃない、くっそ、ゴールじゃねえのか。めっちゃ期待したな今のボブ編。じゃあ次はどう変わってる。ここでパックンに乗っていけばいいのかな、本当に。うわ、なんか下がるんだけど、ほらほら、ちょっと待って、だって、いや待って、パックンどっか行かないで、引っ込まないで、もう一回出てきてって。豚は引っ込んでろって。いや、このパックンは珍しいよね。僕の記憶にはね、多分あったようななかったような、多分ないとは思うんですけど。そしてここはジャンプしないでいい。いや、いくら2周目といってもさ、もうすぐゴール近いんじゃないかなって思うんですけどね。じゃあ次はカノンの甲羅が出てくる。そうなんじゃない、魚は出てこないでしょ。一気アップ、そしてここに乗ればいいっていう感じですか。意味が分かったよ。皆様、久しぶりに僕とゴールがどこにあるかを当てるゲームしませんか。まあこんなんしたことないんですけど、もし僕が勝てば高評価を、そしてもし僕が負ければ低評価ではなく高評価をお願いします。でんどーん。いや、こういうの初見じゃ無理だよね。蹴った瞬間すぐ右に行けっていうことでしょ。これは絶対に分かんない。誰しも一回は引っかかるところだね。ここで中間ポイント取っていいの、本当にいいの、右側とかそういう感じなんじゃないんですかね。いや、でも、え、今のいけたんかな。中間ポイントのね、場所まで行って、あのブロックが破壊されたっていう感じだったと思うんだけどさ。え、いや、まだなんかある。ほら、ほら、救済措置がある。ということはこっちが正規ルートだと、そういうことだと思うんですよ。さあ、来ました。なんで。絶対こっちじゃない。え、フォールって書いてるよね。落ちる、どこに。いやこっから何が違うパターン。いや、合ってる合ってる。いや、絶対こっちゴールまで。まさしい、ありがとうございます。終幕派だ。絶対ここ中間ポイント取るよね。ギリギリまで左行ってみようか。そしたら
うわ、やっぱダメだ。多分ね、ここは絶対中間ポイント取らないといけないと思う。なんでさっき鍵に入ったけど、あの鍵に、ね、入らんようにしていこう。ここだよね、ここで上を失敗しない。一旦ブロックが変わるけど、ここから何もしなかったらゴールができるっていうことだと思います。さあ行きましょう。いや、もしかしたらさ、この上、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ絶体絶命ということで。いや、すいません、もうわけわかんないよねこのコース。まあピンクインを2つ取って鍵ドアに入ってゴールっていうのはわかるんだけど、砲台がさ全方向から来るじゃん。なんでリンクでさ、どうやってかわすか全然読めないんだよね。ちょっと面白そうなんでこのコース選びました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.18%。 もしゴール条件が1回もダメージを受けないで、いやでも一緒か、リンクのままゴールだったら一回もダメージ受けれないもんね。まあでも面白い面白い、こんくらいぐらい難しくないとね。そしたら扉から出た瞬間すぐヒップドロップしてみよっか。そしてこっから、あ、蹴って倒せるのか。砲台は縦で防げるのは知ってたんだけど、蹴っても倒せるんだね。上は、うわ、上はどうやって倒すんだろうね。上も剣で倒せるんかな。それじゃあ雲の上でちょっと試してみるね。いけるんだね。タイミングよく剣を出せば上からの砲台も防げるのか。もう分かりました、このコースちゃちゃんとクリアしていきましょう。ここで、はい、そしてすぐ上に行け。じゃないんですかこれは。ちょっと待って、めちゃめちゃ速くなかった今。5秒台で行ったよ。見てください皆さん、最近一発マリオがめちゃめちゃ上手くなってる気がするんですよ。もう卒業してもいいんじゃない。どうもご視聴ありがとうございました。みんなこれなんか面白そうじゃない。ファントフェレフルフレースみたいな感じなんだけど、多分あの仮面ドレースするようなスピードランなんじゃないかなと思って、ちょっとさっきの一発マリオがね終わるのは早かったんでやっていこうかなと思います。クリア率はね 2.18% だから、そんなには難しくないとは思うんですよね。いや久しぶりのスピードランだね。ここでジャンプ、仮面はいつ襲ってくるんでしょうか。あれ、仮面、あ、来た来た来た、この仮面のレースするっていうことでしょ。いやすごく面白いね。でも仮面にはね当たらないようにできてるんだろうね。いやどっかでねミスったら当たりそう。うわ、当たらないんだね。いや今の絶対当たると思ってた。そんでさ、僕たまーに言ってるんだけど、こういう系のコースがあるじゃん、まあ、特にスピランとかはそうだと思うんだけど、クリアテイクは最初から最後まで流すっていう方結構多いじゃん、マリメをやってる人の中で。でも僕はねやられたところから再開させてもらうようにしてるんですよ。でもね、なんかそれ申し訳ないなと思って、なんで今後ですね編集の仕方を変えたいと思いますね。じゃあここでジャンプ、さあここでもジャンプ、もうそろそろクリアなんじゃない。あと5秒しかないよね。あ、これワンチャンクリアできるよ。右下ゴール見えた。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。